見てくれてありがとうございます。今日はインスタとかでリクエストがあった毎日メイクをしていきたいと思います。今は10時半です。だいたい朝一番にお水にこのサプリメントを入れて飲みます。これはベジパワープラスって言って、結構モデルさんとかが飲んでたり美容家さんが飲んでる、スーパーを美肌めっちゃいいじゃんみたいな青汁になってます。何がいいかってなんか非加熱で作ってるパウダーになってるんですけど、粒子は結構粗めなんだけど、これを飲んでから肌荒れが少なくなったっていうのと、一回完全に肌荒れがなくなったからこれを続けてもう1年以上飲んでます。はい、これを飲んでいきます。こんな感じで手でちぎってここからこうやって入れる、ドドドド。これお家だったら普通にマグカップとかに入れたりするけど、これで完成です。味は別にまずいとかないです。特になんかただ本当青臭さもないし、ちょっと私は甘いなって感じるかな。でも加糖とかは一切してないし、本当に体にいいものだけで作られている、飲むサラダって飲むサラダって言われてます。これを毎日飲みます。あと今冬だからちょっとビタミン欲しいから、これね、アムリターラのボタニカルビタミン C っていうちょっと新しいやつなんですけど、これね1日3粒飲むんだけど、朝昼晩とかに分けて飲んでます。ビタミン C は皮膚や粘膜の健康維持を助けるし、抗酸化作用を持つ栄養素だからこれを飲んでます。今顔洗って、ドスピンピンなんですけど、これはハナオーガニックっていうフローラルドロップっていう化粧水、今日はてか今週っていうかもうここ1ヶ月ぐらいこれをずっと使ってる。ハナオーガニックの、化粧水乳液、美容液を使っています。これがめちゃくちゃ良くて、何がいいか、なんかこの化粧水は結構なんか新緑じゃないけどな、原っぱの匂い少しだけねする、基本的にとってもいい香りなんですけど、少しちょっと青々しい香りがする感じ。その次にこれホワイトジェリー、これは美容液です。ちょっと黄色っぽいジェルみたいな、ワンプッシュでこれくらいで、ワンプッシュで全然いいです。これ塗り塗りってしたらもうこうやって真ん中ら辺から入れてってます。なんか乳液のブースターみたいな雰囲気で、乳液のブースター何言ってるみたいな感じで塗るんですね。そしたらなんか結構これ保湿力すごく高いし、めちゃめちゃ浸透する感じがいいんですよね。保湿がとっても上がります。だからこの美容液あるとないとじゃ全然違う。でこれは乳液です。ピッて出したらこんな感じ、ピッこんな感じですね。なんか垂れ方でわかるけど、トロトロとかじゃないです、中くらい、重くはないか。これをなんか超いい香りする、これ癒される香りですね。ハーブっぽいようなアロマみたいな、本当にいい香り。スキンケアが一番大事にしているところですね。メイクはなんか もちろんメイク大事だけど、メイク動画でメイクしてもやっぱお肌の土台が綺麗だったり体内が綺麗じゃないとモチベーション上がらないので、だから私はメイクももうこれが最初、これ最初朝一番で、体の中から一回綺麗にしていくことが大事です。でちょっと今首が乾燥してるので、これはカシーポっていうねブランドのものなんだけど、これどこでも行っていいから、こうやって、あ
これもいい香り。これはね、なんで好きかって言ったら、なんか香りが他のものよりリフレッシュする感じかな。なので、あとヘアにも OK なので、これは首元の保湿に使うのが私は好きです。あと髪の毛ね、一緒に使うのが好きです。ちょっと気分を上げていきます。はい、で今日はね、どんなメイクをしていきたいかなと思ったら、青いね、あの服を着てるんですよ。少しリラックスしたいし、今日はなんか忙しかったからさ、年末なので、ちょっとあのトーンダウンした色をお洋服に選びました。これで少しリラックスして映画とか見に行きたいなと思うので、でメイクのバランスをまずこのパレットここのパレットを使って、手の甲パレットを使ってね、あの一回試します。まず今日はこれが一番使いたい、オンリーミネラルの永井香織さんがコラボしてる M by オンリーミネラルで、これのイエス1番と2番のネオイエスは絶対に使おうと思います。好きなアイテムが多すぎて選べないから、まず一回ここでコンセプト決める。服の色と合うか、こうやって見て、あーこれだったらお顔可愛くなるなとか、まあ、もしねアイラインの色黒にしたいなとかなったら絶対しないけど、こういう風にしてみて、あちょっと強いよねこの服とは、だからやっぱ茶色の方がいいよねとかで、髪の色も見えるからこういう感じで見るよ。下ファンデーションを塗っていきたいと思います。はい、下地はこれです。プリモビスタ、ソフィーナのプリモビスタロングキープベース UV で、なんか海外のお土産だから、これアンジェって書いてありますね。はい、振るこれなんか攪拌玉入ってるからさ、振ります。はい、ファンデ立ちます。ピッ、はい、これです。ちょっとピンクっぽいね、下地を冬だから、この鼻だけ、鼻となんかてかりやすいかなぐらいのところ、もうちょっとこの辺までの感じで塗るね。うん、あとちょっとおでこ少しだけ塗って、なんかあんまりね塗るとちょっとニキビっぽくなりやすいので、私あとあごね、これぐらいよね、ちょっと余ったぐらい、あ超ピントでいいね。私はファンデーションは今なんかちょっと楽したいっていう時用、はい、これです。これはクレドポーのタンクッションエクラオークル00 SPF は25入って PA は3つプラスがついてます。こうなってるよ、キュッキュッで、なんか今日クッション洗っちゃったから、ラネージュのクッションです。はい、これは本当に楽。今ね、クレドポーのクッションファンデ塗り終わりました。こんな感じ、ツヤツヤでしょ。はい、ここからコンシーラー塗っていきます。コンシーラーはクリオのヒルカバーエアリーフィットコンシーラーっていうやつですね。これはこういうチップタイプになってるからさ、とっても塗りやすいんですよ。で、私は気になってるこのアライグマちゃんみたいな目尻、タヌキみたいな感じに染みついてて、あとちょっとだけここほうれい線気になるとこ、あとここちょっとハイライト効果入れたくて入れるから、あとはね後でハイライトするから。はい、ほら綺麗じゃない。これねテクスチャーめっちゃ柔らかいんですよ。硬いのだと乾燥しちゃうから、30超えてくるとなんか柔らかめのコンシーラーで目元とか柔らかい部分特にやる。はい、うん、いいじゃん。OK、はい、こんな感じです。で次、猪狩しのぶさんのフーミーのやつね。フーミーコンシーラーピンクベージュ、これを
なんかね、ふっくらお顔にしたいから、ことここに乗せたし、ここにも少し乗せて、ああ、これくらいかな。これするとね、なんか血色感がよく見えるし、結構なんか、ああ、お肌生き生きしてるなっていう感じに見せてくれるので、なんか年齢肌の人とかも結構使ったらふっくらできると思う。でも私は結構青みっぽい顔の色なので、あんまりやりすぎるとこうコントラストが激しくなっちゃってちょっと浮いちゃうので、このくらいがちょうどいいですね。じゃあアイシャドウ塗っていきます。オンリーミネラル、ネオイエスと、イエスミネラルピグメントですね。永井香織さんのやつです。02番のネオイエスはピンクっぽい発色になるので、アイホール全体にちょっとボーンと乗せて、より一層幸せ感をアップしたいと思います。はい、なんか指でねポンポンポンって乗せるだけですごく可愛くつきます。持って振って出すと1回分が真ん中からポンって出てくる仕組み。ほら、この真ん中私にピント合っちゃってこの辺に。そう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 、いいよいいよ、かわいいよ、ほらかわいいよ。指で塗るだけでいいから楽だよね。はい、こうなったね。両方塗っちゃいます。なんかインスタライブとかで結構みんななんか残してください動画ってすごい言われたんだけど、なんかインスタライブって画質があんまり良くないなと思ってするの、だから YouTube にしようかなと思って今塗ってます。なんかオンリーミネラルの動画いろいろ見たけど、私みたいな顔の色の人あんまりいなかったから、このオンリーミネラルのピグメントはオレンジ色とは言っても別にブルベさんユーベさん関係なく使いやすい感じになってるから、私は結構ねあのブルベだから塗れないかもとかは思わなくて大丈夫だよって感じです。イエスの色塗っていきます。結構オレンジっぽい感じに見えるんだけど、キラキラが入ってて可愛いです。目尻にのせていきます。いいじゃん。ダメの下ですね。この2番ね、ちょっと薄めの色を少し足しますね。目の下もね、ブラシじゃなくていいやって思っちゃう。このピグメントは楽ちん、本当に。そしたら、ティッティッティ。それくらいでもう可愛いからね。とても可愛いですよね。大好き。チュチュッと乗せたら終わり。はい、涙袋が完成。続いてはアイラインを引いていきます。アイラインはね、もうなんかこのくらい、このくらい引いた、こっちも引きます。見えるかな。こんな感じで引きます。で、夜になって少しなんかこう暗くなったりとかした時にもうちょっと長く日後で足したりすることができるから、まあそれは後で調節しようかなと思って、最初はこのくらいのラインを引いておきます。マスカラしたいからビューラーで上げます。カーブはこれくらい、こうね、これが合うかなって買うといい。これが私は合うかなと思ってるのでこれにしました。だけど本当はパリジェンヌっていうあの、まつげパーマみたいなのをやってるので、
とそれのつなぎ、今ね忙しくて行けなかったので。ほら、じゃじゃーん、見える。ビューラーはね、フーミーのラブリーマスカラ、これも大人気のやつなんだけど、今回はね、ストロベリーレッドっていう色を塗っていきます。なんか休日だし、ちょっと遊びたいなと思って。でもこれを塗るとね、抜け感が出て可愛い。チュルルル。側にそぼって置いてた。はい、かわいい色です。はい、フルーツエナジーリップクリームで一回整えます。アムリターラはさっきサプリで飲んだブランドと一緒ですね。オーガニックの信用度めっちゃ高い私の中で。はい、じゃあリップ塗っていきます。 RMS ビューティーのボーブローズっていう色になります。はい、この色とってもとっても合うと思いますので、いきます。はい、じゃあチークにもしていきます。結構ね、なんか春夏アイテムでこういう色味というか、なんかまあやっぱ血色系、血色よく見せてくれる系の色味出てるから合うなって思います、このリップの色が。でこれもオーガニックだから、私結構肌弱いけど、こういうところに塗っても全然大丈夫。はい、お肌弱い人は結構、ね、いいかも。でもあの、なんかね、色物とかで結構荒れるんですよね。ファンデで荒れる時もあるけど、なんか長く使ってみて1週間、まあ、3日でやばい時はもう出ちゃうから、ブツブツが。オーガニックと、まあ、オーガニックじゃないアイテムもバンって合わせて使ってます。合うもの、自分に合うものっていう形で使ってますね。じゃあチーク、これですね。これ今、あ、これさ見たら分かるんですけど、結構のせてもこのくらい、このくらいなの、色味の発色というか。リップは結構発色したけど、この辺でぼかすとね、少し寂しいから、これのせていきます。ふわ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 、ちょんちょんちょん、かわいいよ絶対に。ですね、はい、わかるかな、ちょっと変わったの。うん、どうですか、ちょっと変わった、どうかな。ちょっと動画だからさ、あの濃いめに塗っておきますね。色味がわかんないかもしれないから、でもちょっとこっちは濃すぎとかも。何がいいかってさ、体温で溶けていく感じだから、こういう風になじませたらね、質
とり馴染んで色味も抑えられてなお良しですね。はい、かわいいじゃん。はい、まあ、自分で自分を上げていくって感じで。はい、じゃあパウダー塗っていきます。これね、なんかサーサーサーってやってシューシューって、なんか、ちょっと気になるかなぐらいの場所を、気になるかなっていう場所、ポコポコサーサーぐらいでいいです、で、なんかお外出てテカってきちゃったらまた直そっかなっていう感じぐらいで大丈夫です。目の下パウダーでさ色のせたから落ちてきても大丈夫だし、で眉毛ですね、トーンの、パレットです、付属のブラシでピッ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 って両方の色をのせていきますね。なんか本当はこっちから塗っていくってメイクさんにこの間言われたの忘れちゃった。つなげたら顔が立体になるのでつなげます。はい、こんな感じ、ふわふわふわ眉毛ですね。で、付属のブラシ、この毛足短いタイプもあるのでこれをここ濃い色のせて、なんか毛がないかもっていう場所、ちょっとないかなっていうところにちょんちょんと埋めていく感じ。はい、かわいい。はい、両方できました。ちょっとしっかり眉毛になっちゃったけど、おー、じゃあね、次はなんかこう眉毛ちょっと浮いちゃったかなって思うので、こういう時は目に使ったアイシャドウを少し眉毛に足すようにしてるんです。この色なのかこの色かこっちだな。はい、01番のイエスの色を眉毛に少しだけのせます。トーンに合ったさ眉毛ブラシ使ってちょっと入れたいの、こんな感じで。そう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 、ほら、そしたらね、なんか少しだけニュアンスが変わるんですよね。柔らかくなるっていうか、バランスが取れる。はい、なので、こういう感じで最後ね、足すのが好きですね。統一感を出しやすいから、かな。で、なんかこう、こうやってさ、動いた時、眉毛のところもちょっとキラッとすると、それがね、金髪入ってんのかなみたいな感じで、好きです。あ、できたかも。あ、ハイライトを入れていきます。 RMS ビューティールミナイザーフェイスカラーです。この色は少しね、白っぽいハイライトです。なんで白っぽいのにするのって言ったら、全部の統一感を合わせるためにオレンジっぽいのしたいじゃんとか思うけど、なんかちょっとオレンジすぎると顔がボケちゃいそうなので、この勢いだとちょっとね、白系でツヤ足すのね。なんか休日メイクってすごいリラックスしたイメージあるかもしれないけど、なんかちょっとあったかい色で気分上げる感じ。こことこことこことここのビコンとここね入れたけど、今度ここちょっと顎入れて、リップラインに少しだけ口角上がる、口角上がる、はい、完成、完成でーす。いかがだったでしょうか。あんまりね、こういう動画はあんまり出したことないんですけど、今日初挑戦ということで毎日メイクしていきました。最初の、どんなサプリ飲んでるよとか、お肌維持のところから私はメイクだと思っているので、まあ、そういう信念とかも含めて皆さんにお伝えできたらいいなと思います。ヘアアレンジの動画は次の動画でご紹介します。よかったらそちらも楽しみにしていてください。それでは、年内もうあとちょっとですが、素敵な、年末を過ごしてください。今
今日も動画を見てくれてありがとうございました。よかったなと思った方はグッドボタン、あとは、高評価、あ、今のが高評価か。はい、そしたらあ、だだ。